分科会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。それでは湯浅委員。それでは私の方からもお願いをしたいと思います。もうすでに、7人の委員の方々がそれぞれ、質疑をしていただきました。で、できるだけ被らないようにはしたいというふうに思うわけですが、この宿泊税ですね、これにつきまして伺いたいと思います。これはもう常任会を通じて議論をしてきたわけです。で、常任会の中での議論はどこまでもこの宿泊税であるとか、もしくは、駐車場税から別荘税等々ですね、これらが、妥当なのかどうかというようなところが、主題であったというふうには思っているわけでございます。その上に立って、具体的にこの金額等々を含めまして、出てきたのは今回の議案が、初めてという内容でございました。それについて の議論もいくつかございましたし、そういった意味ではですね、改めて、この今この議案をこういう形で、諮問を受けて出されたわけですが、その点をもう一度確認をしておきたいと思います。古川税務部長。はい、新たな財源につきましては昨年の8月から、新税の検討委員会で、議論をしていただいて、最終的には、パブリックコメントを終えて、この8月の7日でしたかに最終の答申をいただいたわけでございますが、最終答申の中では、その宿泊税に限らず駐車場税ですとか別荘税につきましても、その税の考え方とか問題点とか等につきまして、考え方につきまして答申の中で、触れていただき、私どもに最終的に提出をいただいたということでございますが、私どもそうした考え方を受けまして、それを条例に落とし込む作業とともに、具体的な制度につきましては行政の方で責任を持って内容を固めて議会の方にお諮りするというのが筋でございますので、8月7日以降急いで制度設計を行いまして、今回の条例を策定し議会にお諮りをしているというところでございます。岩佐委員。そういった中でですね、唐突であるとかいうようなご意見もあったと思います。で、これはやはり全国的にですね、非常に私は注目されている、京都はこの観光都市としてですね、本当にこの日本におきましても、世界におきましてもですね、今市民はじめ行政の皆さんの努力もあってですね、大きくこれまた京都というところが観光都市としてのこの知名度というものを高めているわけです。その中にありまして、今回の宿泊税という、一つのまず税ですが、これにつきましても大変日本国内の観光都市も含めて、注目をなさっていることだろうと思います。であるからこそですね、ここに至りましては、私も常任会の中ではこの宿泊税そのものについては市民への影響等々を考えてもですね、やはり今のこの財政状況、行政サービスの維持、また受け入れ環境の改善、こういったものは必要でございましたので、それの裏付ける財源としては必要であるというふうに思っておりましたし、その方向性自体には異論はないというところはあるんですが、具体的なこの制度設計に入ってきた中でですね、やはり日本中といっても僕は過言ではないと思うんですが、少なくともこれから観光で頑張っていこうというような他都市もですね、大変注目をされているだろうというふうに思います。だからきちっとしたやはり説明ができる内容でないと、これはいけない、失敗事例であってはいけないということを強く思うわけでございます。そのような中にありましてですね、この観光税に関しましては、まず納税者ですね、お泊まりいただくこの観光客の方々、ここが納税をしていただくわけですから、ここには大きな説明責任はいるだろうと。で、先ほどから見える化が必要だということでございました。で、もう一つは、これを徴収していただく事業者ですね、ここも影響があるわけです。この2つがやはり大きくて、じゃあ市民はほったらかしかと決してそうではないんですが、市民は市民の中で今までこの観光によるですね、プラス面マイナス面いろいろと課題があったと、ここの部分を解決していかなくてはならない、こういう順番ではなかろうかと私は思うわけであります。そこでこのまずこの納税者の見える化ということで、
環境整備とかいろいろおっしゃってるんですけど、もう少し具体的な中でですね、これは当然全局で、まだ全市で考えていかないといけない、使い道については、行財政局がだけが考えるもんではないはずで、当然そこには参観におけるですね、毎年観光アンケート取ってますよね、総合観光のアンケート取ってまして、その不満の一番に上がってくるのはやっぱり交通公共関係で公共交通であったりですね、まあ、混んでるというようなところも不満の対象として、これは外国の方も日本の方も上がってると、行きたいところに行けなかったというようなことも毎年これはアンケートで取っていらっしゃいますし、まあ、そういったところの対策ということも必要かと思います。また一方では委員会のところでも少し伺ったりもしたんですが、障害をお持ちの方々のこの割引制度みたいなものは議論にならないのかというような時にも、まあ、一応諮問の中ではならなかったということもございました。で、まあ、それにつきましても京都ではユニバーサルツーリズム、まあ、これを主体的にやっていただいているわけですが、まあ、そういったところへの配慮とか、まあ、いろいろな形が、当然私だけでもいっぱい意見があるのでどうまとめていくかというのは大変だと思いますが、今、行財政局税が、税務部の方でこの出されてきた中において今思っていらっしゃるイメージ見えるかということについては、これ皆さん絶対に必要なもんであるということでございますので、それは最終的には予算委員会で出てくるんでしょうが、今の中での、イメージお持ちであればやっぱりそこはきちっとお話をいただかないと、とりあえず先もらうんですわということにはならんだろうというふうに思いますが、その辺はいかがでしょう。有機財政部長。はい、宿泊税の使途を考える場合にですね、ご指摘がございましたように、税をご負担いただく宿泊者の皆様、それからこれまで多大なご協力ご負担をいただいてきました市民の皆様、それから事業者の皆様、こういった視点で、ものを考えていかなければならないというふうに基本的に考えてございます。具体的には毎年度の予算編成を通じて、検討して見えるかというのを図っていくわけですけれども、例えばでございますけれども市民の皆様にも喜んでいただける使い道といたしまして、大きな課題となっております違法民泊対策、あるいはご指摘もありましたけれども交通混雑対策、公共交通の利便性の向上も含めまして、交通対策、それからまた安心安全で快適に街を歩いていただけるような関係で無電柱化でありますとかバリアフリー、こういった政策に当てていけばどうかなというふうに現時点では考えております。また一方で入略客の皆様にも納得してご負担をいただけるという使い道といたしまして、例えばですけども帰宅困難者対策でありますとか観光案内標識の充実、あるいは観光トイレなんかの充実、こういった受け入れ環境ですけれども、こういった整備に活用してはどうかと、現時点ではそのように考えているところでございます。岩佐委員。はい、今いくつかイメージって言いますか、挙げていただきました財政部長の方 でこれらにつきましてはですね、やはりその一つのこの、会議台というと変ですが体制といいますか、そういうものをなんかこうお作りになってされるご予定ですかね、それとももう今やってるのかな、それはどうなんでしょう。結城部長。はい、今回の司会でですね、条例案を出させていただきました。これを、ご議決いただくということになりましたら、全局全庁にですね、宿泊税の使い道について、紹介といいますか、アイデアを募集していきたいと思っております。それを踏まえまして予算編成を通じまして市トータルとして判断をしていくという形を考えているところでございます。岩佐委員。はい、ということはその特別のプロジェクトチームとかではなくて、一応こう財政部を中心として、まずアイデアを募るというようなことになるということですね。分かりました。で次いきますわ。次にですね、特別徴収事業者ですね、ここの部分についてですが、これはホテルから簡易宿所、そして、簡易宿所ですからきちっとした、今届け出をしていただいて営業許可を取られているところ、でそれ以外に今回は違法民泊についてもこれは聴取はするということで議論がありました。
でも当然この違法民泊についてはですね、まず京都ではもう違法民泊は絶対営業できひんやという強い意思をですね、持って取り組みを進めていただきたいと思いますし、まあ、これは税だけの話ではないとは思いますが、まあ、それはまず置いておいて、この特別徴収事業者もですね、小さいところからもうゲストハウスには小さいところからホテルのですね、大きい大きいところまでいっぱいあります。で、その徴収をしていただくのにもですね、事務 の負担というものはですね、小さいから少ないかというとそうではないと思うわけですね。大きい方がかえって一発システム入れてですね、もう出来上がってたりとか、ところがこう家内工業的にやってるところなんかはですね、先ほど大道委員の方からありましたが、申告税ですから、まあ、その辺のところの帳簿の整理から何からですね、非常に手間もかかるというふうに思うわけですが、この辺 の事務負担軽減についてはですね、まずどのようにお考えになって考えていらっしゃるのかどうか、ここをお尋ねしたいと思います。古川部長。はい、特別徴収、徴収義務者になっていただきます事業者への、まあ、事務負担の軽減措置ということでございますが、これにつきましては私ども事務補助金という形でですね、特別徴収税額の 2.5% 相当、条例施行当初5年間は 3% でございますが、これを特別徴収義務者の方に、事務補助金として交付をする制度を作るという予定、でございます。また中小零細企業対策、事務負担の軽減策ということとしてですね、条例の中に謳っておりますが、議案説明書の2ページの両括弧10番でございますが、申告納入の、まあ、手続きのことをここの順序で、掲げてございます。基本的には、この宿泊税につきましては、毎月、末日までに前月分を申告納入いただくと、例えば、この9月分ですと9月分を10月末までに申告納入いただくということで、まあ、毎月納付をお願いをするというようなことを条例で記載をさせていただいておりますが、ここに正しがいがございますが、ただそうした毎月の作業というのが非常に、まあ、中小零細企業の事業者の方には事務的には過大な負担になろうかというふうに、ことが、事務を想定されますので、一定の税額以下でありますとか、まあ、滞納がないとか、まあ、いろんな要件は今後検討していこうかと思っておりますが、そうした要件に合致する場合は、この納入につきましても、毎月ではなく3ヶ月に一度納入というようなことで、事務負担の軽減をしていきたいというふうに考えているところでございます。岩佐委員。はい、非常にやっぱりこの家内工業的なところもあろうかというふうにも思いますし、そしてまた今お話ありました、施工後3年間は 5年間は 3% で、その後は 2.5% というこのフィードバックというかこうお返しをするということです。で、まあ、それも今聞いてまして、そうすると、たくさん、ホテルみたいにたくさん泊まらはってですね、たくさんそういうところは、たくさん帰ってくると。ところが少ないところは少なくしか帰ってこないと、いうことになったときに、この事務負担を含めてですね、やっぱり重たい部分もあるのかなっていうふうに思うんです。ですから、やっぱり、そういったところもですね、これは、税にだけに、いう話ではないとは思いますが、まあ、全体的なこの京都の観光事業者に対してのですね、宿泊事業者に対しての、こう支援策というか、これはやっぱり検討もしていただかないといけないし、まあ、していかんといかんやろうなというふうにも思ったりもするわけです。で、まあ、当然他局との関係もあろうかと、まあ、税収の関係もあろうかと思いますが、こういった点については何か今の時点でのお考えというものは終わりなんでしょうか。古川部長。ちょっとまずすみません、答弁漏れておりまして、事務補助金でございますが、上限額を200万円というふうにさせていただこうと思っておりまして、無制限ということではなく、一定の限度の中で補助をさせていただこうというふうな考えでございます。それと、まあ中小零細対策といいますか、支援策でございますが、まあ、これは当然、産業観光局の方との連携ということもありますが、まあ、この宿泊税を、まあ、一つの契機にいたしまして、そうした中小零細対策といいますか、何かこう底上げじゃないですけれども、何かこうお困りになっておられるところについて支援がどういったことができるのかできないのかということにつきましては、産業観光局とともに私ども関係者のご意見もお聞きしながら、どういったことができるのかできないのか、それについては対応を検討していきたいというふうに考えております。岩佐委員。
そうなんですね。結局その、まあまあ、先ほど一番初めに言いましたが、まあ、唐突感というか、あ、そういったことも当然あろうかと思いますし、やっぱりお声を聞くということはいつの時でも大事だというふうに思います。で、必ずそこはですね、伺っていただきながら対応も進めていただきたいというふうに思います。で、この2万円以下という数字はどうやって出てきたんだということもありました。で、その計算方法というと、ちょっと乱暴ですけども、要するにこの2万円以上のところをピックアップをしたところ 4.5% だったと。ということは残りが 5.5% か、残りが 94.5% だということで、2万円以下は 94.5% ほぼ網羅するというような根拠によるものであるという部長のお話だったというふうに思いますが、それはそれで間違いなかったですか。古川部長。はい、私ども、まあ、あくまでも推計でございまして、すべての宿泊施設の料金、これも日々変わりますし、平日、週末、また繁忙期、閑散期等も変わりますので、すべての宿泊料金を、把握できる、まあ、仕組みもございませんので、あくまでも推計というようなことで、今回は税収見込みを出させていただいているわけでございますが、5万円以上が大体どれぐらいあるのか、ホームページや、パンフレット等で見まして、これぐらいあるんじゃないかというようなこと、それから2万円から5万円につきましても、いろんな統計数値を使いまして、まあ、これぐらいあるんじゃないかというようなことを推計いたしまして、まあ、残りが大体じゃあ2万円未満でやろうというようなことで、今回推計して、税収見込みを算出させていただいております。岩佐委員。はい、まあ、そういう形になりますとですね、結局その 94.5% は ほぼ2万円以下で収まるということになると、議論にもありましたが、2万円のところもあれば5000円のところもあれば1000円のところもあるといったところの縦分けっていうのは、これはまあなかなか難しいとは思うんですが、その辺のところのアプローチというものはありました。古川部長。まあ、今回、税額算出するにあたり、を、まあ、考えられたあたりまして、まあ、ご答弁申し上げておりますが、まあ、いわば人頭税的なことということで、低い定額の料金の方も、宿泊料金の方も、京都市の行政サービスについては一定程度、享受しておられるというような、受益と負担というような考え方から、まあ、人頭税的なことで、まず200円から、スタートといいますか、ご負担を願うというような、ことになったわけで、制度したわけでございますが、まあ、制度を作りにあたりまして、これも先ほど来から答弁申し上げておりますが、なるべく簡単な方法で、大体こう、まあ、ストライクといいますか、ストライクゾーンといいますか、ここ、大体ここやったら収まるんじゃないかというような制度を作ってはどうかというようなことを考えまして、こうした提案をさせていただいているわけでございます。岩佐委員。はい、考え方としては、今伺ったところでございますが、やはりいろんな事業者さんもいらっしゃることもこれまた事実でございますので、まあ、その点はまた議論してできればというふうには思います。で、最後に市民への還元ということで、これは税制部長の方からもそのどう使うんだというところでご指摘ありまして、お話がありまして、で、先ほど大道委員からもありましたが、違法民泊、要するに補足ができていないというところが今3000以上確実にあると。で、税の公平性からいきますとですね、これは許してはならんところなんですが、いかんせん京都もこの民法通違法民泊につきましてはですね、努力を重ねてきていただいているわけです。で、一定の成果もいただいてますが、なおかつそれでも補足できないところがそれだけの数があるということは、やはりここをしっかりと補足し、またやめさせて取る、いただくものは当然いただかないといけません。これものすごく大事だと思いますし、市民への還元という意味ではこれ大きな僕は柱だというふうに思います。で、この体制強化ですね、おっしゃっておられましたが、本当に今民泊新法につきまして、まあ、法律はできたわけですが、国の方で政省令がまだできておりませんので、この各自治体の特性に合わせてということもですね、付則には書かれているわけですが、付帯決議には、まだまだ政省令が出てない中で、まあ、京都としても今国への要望も含めて挙げていただいているというところであります。で、まあ、そのない中で、一昨日か昨日かも、京都の民泊の在り方と
ということで の, 議論も始まってきたわけであります。ですから本当にこの必ず補足をするということにおいては、この民泊対策は京都にとっては本当に大きな課題だというふうに思っておりますし、それこそが一つは市民への安心安全への大きな取り組みの成果になるんだというふうに思いますが、ここの部分についてもう一度考えをどうやって補足するんだと、もうものすごく単純な質問でございますが、どうやって補足しようとしているのかというところをお話を伺いたいと思います。古川部長。はい、今回、課税の対象ということで、すべての宿泊施設を対象にするということでございまして、当然に違法民泊と言われているようなところについても対象となるということでございまして、議員から今、ご意見頂戴いたしましたが、私どもも非常に大きな、重要な課題、取り組んでいかなければならない、非常に重たい課題であるというふうに認識しておりまして、議員からもご紹介いただきましたが、しっかりと体制を整えていくというようなことは必要であるというふうに考えています。また具体策ということでございますが、これも繰り返しご答弁申し上げておりますが、私ども地方税法で、法定外税でありましても質問検査権という、調査権限を持っておりまして、これに反した場合は懲役その他の罰則が課せられるというような非常に重たい権限を持たさせていただいておりまして、法定外税導入する場合はそういった権限を私ども持つということになります。そうした権限をフルに活用いたしまして、町内関係局はもとより関係行政機関の方とも十分な情報連携、情報共有を図りまして、一軒一軒潰していくという、もう本当に地道な作業になろうかと思いますけれども、そうしたいろんな税の調査権等を活用しながら対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。岩佐委員。今他の行政機関ということでもお話がありました。というのは当然京都府警とも連携を取るということでよろしいわけですね。はい、でやはり税の公平性ということからいくと、納税していただいている方もあっちに泊まれば、取るかもしれない、取らないかもしれないということもあります。で、特別徴収事業者さんでもきちっと届け出をされて、きちっとした対応の中でやっている方にはいろいろなご負担をかけて、また納税者の方々に対しても頭を下げなあかんわけです。やっぱり京都市の税でやってもいただきますということを言わなあかんわけですし、そんな中で違法民泊だけは好き勝手してるっていうようなことは絶対許されませんし、もう京都に来たら観光客の人も、あ、京都だけは変なとこ泊まれへんというような形をやっぱりこう浸透させるまでですね、手段を尽くしていただきたいと思いますし、またその辺のお話もいろいろちょっと聞かせていただきたいと思いますが、今日はこれで終わります。はい、また検討します。以上です。はい、進行いたします。宇佐美委員。よろしくお願いします。正直我が会派の経済消防入ってないもんでですね、なかなかこうしっかり議論する機会がちょっと、残念ながらちょっとなかった。この短時間ですけど、しっかりいろいろとお話聞きたいなと思ってるんですけど、正直今まで の各委員のお話聞いててですね、これちょっと荒っぽくないかなと。今こんだけご意見出てきてる中でですね、これ拙速にちょっとなんか本当に決めていいのかなっていう、ちょっと今疑問が あるところです。これも私の所感なんですけれども、その中でですね、ちょっともう一番ちょっと私がやっぱ関心があるのがですね、今回この税額を課すと46億円ぐらいの税収になると、それは分かるんですけれども、そもそも46億円いるんですかっていうところの見積もりはどのように立てられてるんでしょうか。古川部長。私ども行財政局、財政部局も含めてでございますが、もう正直申しまして、宿泊税に限らずですね、税収というのはもういくらあっても私どもとしては喉から手が出るほど欲しいものでございまして、今回の宿泊税の制度設計にあたりましても、やはり税収は一定程度確保したいというような思いもございまして、そうしたことから総合的に判断したものでございます。宇佐美。その内訳というか、ちょっと私も不勉強なものでですね、観光にかかった費用、現在の費用のですね、中身っていうのをちょっとまた資料としていただきたいなと思うんですけど、そういうのは出るんですよね。結城部長。
観光といいますか、宿泊税の、宿泊税だけではないんですけれども、検討委員会の方でご議論をいただきました。使途についても、明確にするようにということで、議論の際に、29年度予算で、言えばこういったものが想定できるだろうというような資料もお出ししておりまして、これもオープンにしておりますので、あ、すみません、28年度予算でした、すみません。それについては提出できる。宇佐美、ありがとうございます。やっぱりね、ちょっと正直、私どももなかなかついていってないところがあってですね、これ46億円でいいのか悪いのかっていうのを最終的にこれどう判断したらいいのかなというところが、今悩んでいるところであるんですけれども、その辺またいただいてしっかり見ていきたいと思います。で、それとですね、これ課税対象の話でですね、ちょっと確認なんですけど、修学旅行生は課税は対象外ということですよね。その理由は何でしたですか。古川部長。はい、今回は課税免除の対象ということで、修学旅行その他学校行事に参加しているもの、またその引率者に関しては課税免除というようなことで考えているところでございますが、京都市、私ども京都市では行政だけではなくて、官民挙げてですね、修学旅行の誘致というのを積極的に行っているわけでございますが、この修学旅行を誘致することで、将来にわたる観光客、京都ファンを、獲得する、さらにはそれが京都の活性化につながっていくということ、また修学旅行というのは学校行事、勉強の一つというか学習の一つの要素でございますので、そうした京都で、いろんな、日本の文化、伝統的な文化、京都の文化を学んでいただくというような機会というようなこともございますので、修学旅行の免除というのは妥当ではないかというようなことを検討委員会の中で議論がされて答申が出されているところでございます。宇佐美委員、ありがとうございます。そしたらですね、京都って大学の町ですよね。大学生たくさん受験で来られるんですけれども、受験生には課税するんですか。古川部長。はい、検討委員会の中で、修学旅行生については課税免除が妥当であろうというような、ご意見いただきまして、関係団体、旅館関係の団体の方からも、ぜひとも修学旅行については課税免除をしてほしいというようなご要望いただいたところでございますが、一方ではやはりそのひたすらに課税免除がいろいろ増えていきますと、事務が煩雑になるというようなこともございまして、そうした修学旅行以外のところにはあまり広げないでほしいというような団体の方からの要望も聞いておるところでございまして、私どもも事務の煩雑化というのは決して良いことではないということでございまして、どこかで線を引くというようなことが必要でございますので、修学旅行、その他学校行事に課税免除については限っているというようなことでございます。宇佐美委員。なんかちょっと大学生かわいそうやなと正直思いますね。やっぱ大学に京都で来てもらって、京都に住んで、その後も京都に働いてもらおうと言って、京都市いっぱい予算も考えてですね、やってる最中に、なんか修学旅行生はいいけれども、受験生は課税しますっていうのが、なんかちょっとこう、どうなんかなっていうのは、これは正直思うところです。というのは、もともとやっぱり大阪とか東京とかの場合はですね、1万円以下はもともと、1万円未満は課税されないので、そんな議論が多分ないと思うんですよね。そもそもなんかやっぱこうビジネス客とかそういう受験生だとかいろんな京都の特性ってあると思うんですけれども、もちろん大学とか研究機関とかいろんなところに来る人もいるわけですよね、仕事で。だからそういうの人と その関係性がね、その税とのね、ちょっとその普通の観光で来られてる方とちょっとやっぱ違うんじゃないのかなと正直思うんです。でそこはもうそれはもうお構いなしにですね、やっぱりもう泊まったらいくらっていう考え方でも全部割り切るというそういうことなんですかね。古川部長。あくまでも課税免除というのはあくまでも例外といいますか、公益目的があって課税免除をすべきであるというようなことから判断しているところでございますので、この対象をむやみやたらと広げるというのは良くない、適切ではないというふうに考えてございます。また現実的には特徴義務者の皆様方に税を徴収をお願いするわけでございますので、あまり煩雑な制度ということになりますと、かなり事務の負担というものも増えるかというふうに思いますので、課税免除に関しては今回のこの修学旅行その他学校行事に限らせていただいているというところでございます。宇佐美委員。
ご意見はそうなんだなということは分かりましたので、また検討します。であとその、今回この宿泊税が成立すると、当然先ほども各委員からもお話しあったように、やっぱりこの使途の見える化ですよね。ここしっかりやっていかなあかんと。でこれたちまちこれも29年度の予算を立てるときにもですね、例えばゴミ袋の有料化財源みたいにですね、こう一つ枠組みをしてですね、こんだけ収入の予定がある、それをこういうところに使うっていうことはですね、これも明示、そういう形での明示の仕方、審議の際にはされるという認識でよろしいですかね。結城部長。30年度の予算編成になることと思いますけれども、そういった形で今現時点では考えております。宇佐美委員。ありがとうございます。それとあと最後に違法民泊への課税についてなんですけど、やっぱりねちょっと疑問が残るんです。というのはもともと営業したらあかん人間が営業しているところに泊まってはるわけですよね。でそこにこう課税すると、それを徴収しに行くというわけですよね。で徴収しに行くはいいんですけど、徴収してもらっても営業を続ける状態になるんですかね。徴収を行ってお金をもらった瞬間にもあなたは営業停止、もうこれ以上はしないでというのとセットにならんと、なんかこう違和感が市民感覚としてやっぱりあるんですけれどもね。ずっと徴収、要するに違法やけれども営業して結局止まってたから、その分はちゃんとお金払ってねと、でもあんた営業ダメやから明日からもダメですよっていうことにバーンと切ってしまわないとですね、また花来年もまた取りに来ますわ、また来年も取りに来ますわって京都市がやるのって、やっぱちょっとなんか疑問があるなと思うんです。その辺はどういう考え方になるのかをちょっと私の理解が足りてないかもしれないので、具体的なその作業ですね、教えていただきたいんですけど。古川部長。まずちょっと固い話しますけど、税の世界で言いますと違法であれ適法であれ、収入なり上がった所得に対しては課税するというのがもう当然でございますので、今回は宿泊行為に対して課税を行いますので、宿泊行為があればそれに対して宿泊税を課すというのは当然の作業であろうというふうに思っています。ただ違法民泊対策の一つのツールとしてということをご答弁申し上げておりますが、私ども関係局と連携する中で、違法民泊を廃絶していくというような視点から、私ども、税の徴収という部分でも、入っていき、関係局と連携しながら、違法民泊をなくしていくというような、方向で、いろんな、作業を進めていこうというふうに考えているところでございます。宇佐美委員。じゃあやっぱりちょっとよくわからないんです、今お答えいただいて、その違法民泊を根絶していくためにこれをやっていくんだというのですけど、その実行力がなければ結局営業、やっぱりまだ営業してはった、また取りに行きましょうか、また営業してはりました、また取りに行きましょうかっていうふうにしかやっぱり聞こえないんですけれども、バシッとそれはもう営業停止にできるんだというなんかその理論武装というかね、そういうのはもうさっきはもう繰り返しになってて申し訳ないんですけれども、やっぱり気にかかるんですよ。なんでかって言ったら違法な営業してるところにみんなの税金使うわけですよね、それの摘発に。もともとなんかやっぱり違和感があるんですよ。自分は普通に来て普通に泊まってちゃんとホテルに泊まって税金を納めてるのに、それが違法に営業してる人のために使われていくということ自体がそもそもやっぱりちょっとなんか誰のために私は納税してるんで、宿泊客の人が思うんじゃないのかなと正直思うんです。それが少額やったらねまだあれなんですけど、何千件ということをこれ今からやっていくとなると結構な費用かかると思うんです。正直なんかそこがね、僕はやっぱりもうちょっと整理をしていただいてですね、いやもうそれはもう最初の1年ぐらいですよとか、最初はわずかの期間それがあるだけで、あとはもう観光客の皆さんに使われるんですよとかいうご答弁やったらね分かるんですけど、その辺いかがでしょう。古川部長。まず私も税の職員ですので、税法に基づいて事務を執行していきますので、ちょっと固い言い方になりますけども、税法でそういう違法民泊の営業停止と処分とかできる権限を持ってございませんので、私ども税の側面からと言っているのはそういう意味でございます。それといついつまでということでございますが、違法民泊 の対策というのはもう非常に地道な作業になろうかというふうに思いますので、いついつまでにというようなことを明示できるというような、状況ではございませんが、私ども着実にやはり宿泊税導入のというのは一つの契機になろうかと思いますので、関係局と連携を図って、一日でも早く違法民泊がなくなるべく、私どもとしても一緒に連携をして業務を進めていきたい、しっかり体制も整えながらやっていきたいというようなことでございます。はい、
宇佐美、先ほどの宿泊税の想定している使途というの資料は委員会資料として提出を求めるということですか。はい、では先ほど宇佐美から、宿泊税の想定している使途の資料の要求がございました。理事者の方提出できるということでご答弁がありましたので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。ご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定します。理事者のおかれては速やかに提出していただくようお願いいたします。進行いたします。村山委員。宿泊税について、私からも少し質疑をさせていただきたいと思いますが、私は、今回の条例提案は、お見事だなというふうに非常に高く評価をしております。でとりわけですね、東京方式ではなくてこう段階をきちっと作って、しっかりとした税収確保につなげていくというような、仕組みにしていただいたということはとりわけ、よかったんじゃないかなと私は思ってます。で前からうちはできればその5スター制なんかをぜひ京都に導入してもらいたいと。できちっと段差を格差をつけて取るべきところから取る、で取らへんところから少しにするというふうにしてもらいたいということで、5つ星というのはそぐわないということで副市長も答弁も前からいただいておりましたので難しいんだなと思っておりましたが、評価は別にしてこういうしてきちっと、段階性を設けて取っていただくということは非常にいいと思っておりますし、非常に思い切った金額だなという気もするんですけれども、ローマなんかもほとんど同じぐらいの金額でございますし、決して飛び抜けて高いというわけではなくて世界の国際観光都市の宿泊税を見ていきますと僕は一定妥当性のある金額、高い方ではありますけれども一定妥当性のある金額やと私は思っています。で、これまでも議員の方々からも少し、これで京都を敬遠されるんちゃうかというご懸念の声や、一般市民からも、そういう声が、上がっておりますけれども、私も、この宿泊税については東京だけじゃなくて、ヨーロッパにも足を運んで、現地で担当者の話を聞いて、やってきておりますけれども、業界は大変強い反対がありましたけれども実際蓋を開けてみるとその後、観光客が減ったというようなデータはほとんど出ていないというのが、実態でございますので胸を張って堂々とこれについては前に向きに進めていただけたら私はいいと思っております。その上で、少し、気になるところを何点か、質疑をさせていただきたいと思いますが、まずですね、この、最初に一番引っかかっておりますのはやっぱこの目的のところでございまして、目的自体はこれでいいと思うんですけれども、ヨーロッパで私は特にイタリアを中心にずっとこれ調査をしてたんですけれども、うまくいってるところとうまくいってないところがやっぱりイタリアの中にもあります。でイタリアは都市ごとに全部ほとんどの自治体が、宿泊税を独自に設けておりますので自治体単位によって成功してる成功してないという成否が分かれております。そういう意味でいきますと何がその成否を分けてるのかというと結論から言いますと使用用途が不明確であるものについては市民の納得感、特に、それ徴収をしていただかなければいけない、事業者から非常に強い反発を招いているというのが、現地を行って、感じたことでございます。そういう意味でいきますと今日の質問の中でもありましたけれどもやっぱり私ここにあいうということで使途は以下のように考えてますということで、受け入れ環境の整備であるとか品格魅力のある実感のできる取り組みの推進であるとか情報発信の強化ってありますけど私こういうやり方をすると絶対あかんと思います。で皆さんからすると間口が広い方使える使い道は広い方がいいしいろいろとその弾力性のある使い方をしたいと思われるのはよく分かりますけれども結局これをやると何に使ってんのかいまいちよく分からない。まさに今日、話ありました通り見える化がやっぱり必要なわけでありましてとにかく私たちのお金がこれに使われてるということがしっくりくるような特にできればですね一箇所にドカンと突っ込むぐらいの見える化をしないと結局、来られた方も市民の方も、事業者も納得いないんじゃないだろうかと。私が一番分かりやすかったのはミラノは非常にうまくいってるんです。でミラノは何してるかというとドーモっていう、街のど真ん中に一番の観光資源がありますけれどもあれの改修工事を、この宿泊税を当ててるということをドンと言ってるので街のシンボルになるものにそれの修復費用が当てられてると支払う方もあ
僕らが見に行くあの観光資源に当てられてんやなと、文化財の保護大事よねと言われるとすごくこう納得感が、あるんでありますけれども、まあローマなんかは再開発のためにやるんですって言ってるんですが、結局その何が還元されたのかがほとんどわからへんということで非常に不満が爆発をしていると。で私は、今日田中委員からもあったと思いますけども、一つはやっぱり交通っていうのが非常にまあ分かりやすい、形なのかなと思います。でもう一つは私はどっちかというとその京都に来られる方っていうのはやっぱり京都の、歴史、文化こういうものに触れたいと思って来られる人がまあ圧倒的多数だと思いますので、そういう意味ではその皆さんからお預かりしたお金でその世界遺産になりうるようななってるような、そのこれからみんなで守っていかなければいけない文化財の保存のためにお金を使うんだと。だから皆さんその京都の 文化遺産というのは世界に通じる大事なもんなんだから、皆さん少しだけあのお力をお貸しいただけませんかというような、お伝え方をしていかないと、なんか分からんけど金が欲しいから取るみたいに移ってしまうと、あの払う方もなんかあの嫌な気分になりますし、気持ちよくあのお金を払っていただくためにはやっぱりあのまずですねこの、用途について、こういうザクッとした形ではなくてピンポイントに絞ってやってほしいなと。でこれはですねあのゴミ袋税にも実は通じるものがあると思ってまして、結局ゴミ袋税ゴミ袋有料化やりましたよねと、でそのお金で環境対策やるんですって言ってるんですけど、結局いろんな使い方がされて何に使われてるかわからへんと。で一方でその金が余ってんちゃうんかと、そんなんやったらゴミ袋税廃あゴミ袋有料化廃止みたいな声が一方で上がってくると。あれもちゃんとその目的にかなった使い方、要はゴミを燃やすために使うから必要やと言ってもともと集めたんやからそれに使うということで全額当ててればそういうことにはならなかったと思いますが、いろいろと環境局の第二の財布にしてしまってるからいろんな使い方ができてしまうと。でこれもその私は同じことになるんじゃないかという懸念をしておりますので、まずここについてはもうがっちりコンクリートしてもらってこういうものに使うというふうにやっぱりやっていただきたいなというのがまず第一点です。ちょっと多分繰り返しの答弁になると思いますが、改めてそこについて聞かせていただきたいと思います。結城部長。はい、宿泊税の使い道についてでございます。私どももそのここで資料で挙げております3つのああいうですけれども、こういうことに当ててますっていうので終わるつもりはございません。予算編成を通じて、具体的なこういった事業に充当してますっていうのははっきり見える化をしていきたいというふうに考えております。ご指摘がありましたピンポイントで、1個の事業2つの事業だけで、というのはそこはちょっとそこまでできるかっていうのはあると思いますけれども、この、3つのでいくら、E でいくらっていうような示し方っていうことは考えておりませんので、もう少し具体化をしてお示しをしていきたいというふうに考えております。村山委員。いや、やっぱりですね、そうおっしゃるんですけれども、やっぱり間口が広ければ広い、だん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 行政の特徴として使えればいろんなところにやっぱり使いたいというで、やっぱり各局これやりたいあれやりたいという思いがいっぱいありますから、どうしても、これそれに当てれる財源なんやってなると、やっぱり私は散っていくんじゃないかと。初めはバンってやっても散っていく可能性がやっぱりあるので、できるだけやっぱ最初のところできちっと締めていただいてこれやるというふうに私はやっぱりやっていただきたいと思いますし、そのとりわけその情報発信の強化とかよりもその市民も観光客もきちっと見えるところに徹底してやっぱりやっていただきたい。例えばですけども、その観光 の観光地にある石畳化を徹底的にやりますと、このための財源なんですと、でこれは宿泊税のおかげでできましたっていうのが分かるようにそこにこう案内をするぐらいで、そういう形で各ホテルや宿泊施設ああいうところにきちっと提示をしていくと、でそういう形で還元をするとか、先ほど話ちらっと出てました交通やったら交通で、例えば、ラックバスみたいな観光バスをどさっと増やしますと、それは全部これを財源にやりますというようなことであるとか、やっぱり、私は、今回はこれで作っていただいて今いいと思いますけども、きちっと絞って、予算措置をしていただきたいというふうにまず、思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。それからですね、もう一つ心配をしておりますのは、
施行期日をかなり後ろに倒していただいているのはこれはまあ非常にいいと思います。総選とやっぱり今事業者がどういう課題を抱えているかということが次私は非常に心配をしていますが、まあ、だいぶ先の契約をずっと旅行会社と取っておられるところが多いのでそこを考慮して多分、施行期日をだいぶ後ろに倒していただいているんじゃないかなというふうに、思うわけですが、これはこれでいいと思うんですが、そのどういう形で宿泊税をその観光客に払わせるかというところで、やっぱり前から言われておりますのは、例えば消費税が 3% 上がった時もそうですけれども、そのオペレーションとしてそのツアーオペレーターとホテルがもう初めに全部ぶっ込みでいくらという形でずっと契約を大体されておりますので、そのホテル側からすると宿泊税も込みでその提示しなあかんくなると、結局その観光客が払うんではなくてその分ホテルが、なかなあかんということになりかねへんということを少し懸念をされております。従いまして、まあ、例えば場所に町によってはもう宿泊税だけは当日現地でキャッシュでもらうと、それ以外は認めないというふうにして、そのひっくるめインクルーブできないようにしているようなところもあるんですよね。まあ、そういう意味でいきますと、そのどういう形で宿泊税を払わせるのかで、ちゃんと観光客に払っていただくようにするのかと、この辺については、どういうふうに進めておられるでしょうか。古川部長。はい、宿泊税どういうふうな形で支払われるかということでございますが、まず一つはやはりこれは税でございますので、今日の議論でもございましたが、宿泊施設にまあ、いわゆる内定いただくとかいうようなことがあっては決してならないので、私ども旅行業界の方にも個別に説明をする今でもしてまいりましたし、今回のこの条例提案を機に再度こうした考え方についてまた説明をしてさせていただこうと思っていますが、きっちりとそういったその宿泊施設にかぶらせないといいますか、宿泊施設が自分のところで身を削らはるというようなことはないようにきっちり税ですので、しっかりそのあたりはご認識いただきたいというようなことはお話をしていこうと思います。で、あとはその宿泊税をまあ現地で払うのか事前のその申し込みの際に払うのかというのは、やはりそのそれぞれのホテルなり宿泊施設とその代理店さんなり何なりのというの関係もございますので、私どもの方からこうしなさいというふうなことを一律で申し上げるような立場ではないかと思いますが、そのあたりは混乱のないように今後事業者様の方のご意見も聞きながら、そういったことは、混乱のないように進めていきたいというふうに考えてございます。村山委員。いや、まあ泣いていただくことがないようにというのはその通りなんですけれども、でも事実その税やから泣いてもらったらあかんのですわって言いながら消費税が上がったときは泣いてはったりするわけですよね。だからそこはちょっとやっぱりなんかこうルール作りを決めないとやっぱりいかんのじゃないんですかね。でその絶対そうならへんようにそのやっぱりしないと結果そういうことになるんじゃないかと。この辺はちなみに旅行業界の皆さんとはどういう話し合いをされてるんでしょう。古川部長。ちょっとまだ具体的にどのような形でするかということまでは至っておりませんが、まあ、業界の方からもなるべく早いことを周知をしてほしいと、まあ、いうようなことを言われてまして、そのあたりの私どもスケジュール感につきましても、今後旅行業界の方と話をしていきたいというふうに考えてもございます。また旅館関係の団体様ともこの辺の、まあ、例えば領収書にどう書くかとかいうようなこともちょっとお話もいただいておりまして、その辺は現場のご意見も聞きながら、どういった形で事務処理するのがいいのかというのは今後いろいろ協議を進めていきたいというふうに考えております。村山委員。まあとにかくですね、宿泊税が一番負担かかるのは観光客ではなくて事業者だと私は思いますし、税を代わりに徴収してもらわなきゃいけないのでかなり大変だと思います。で現地でお話を聞いておりましたら、そもそもですね、旅行者がホテル側に宿泊税の文句を言って払いよらへん人たちが結構いると。特にできた時っていうのはやっぱりそういう混乱を現地でかなりするけど、それを全部収めてちゃんと徴収してもらうのはやっぱりホテル側であったり旅館側でございますし、その辺をぜひしっかりとやっていただくということと、やっぱりあんまりやっぱり僕はねクーポンに含めたりせん方がいいんちゃうかというふうには思うんです。でできればキャッシュで払ってもらった方がいいんちゃうかなというふうに私は思っておりますけれども、ちょっとその辺なんかもその徴収事業をしていただく方々とちゃんとこう話し合いをしていただいて業務に当たっていただきたいと思います。で合わせてできるだけ負担感がないように、まあ、分かってらっしゃると思いますけれども
しっかりとオンラインシステムを早く作って、しかもできるだけホテル側が簡単にこの業務ができるような仕組みをやっぱり構築していただかないと、その分 の, あの手間なんかも、彼らにとっては大きな負担になってくるでしょうし、今まで必要なかった作業が植えるわけですから、まあ、そこについてはあのとにかく丁寧に丁寧にあの事業者と話し合っていただきたいというふうに思います。それからですね、これも先ほどからも繰り返しの議論になっておりますけれども、私は違法民泊に金を取るというのはやっぱりおかしいと思います。私もで、そもそも認めてはいけないものから金を取ったら、金を取った時点で私は認めていることになると思いますし、そんなやっぱりおかしなことはやるべきではないし、その違法民泊は違法やと言うんであれば、やっぱりそれは厳然と処分、やめていただくとかっていうような指導をするというのが適切であって、そこから金もらいますねんって言ったら、彼らはいやいや俺らもちゃんと宿泊税払ってるやんけというような変な正当性を与えてしまいかねないので、これはちょっと、いかがなものかなと思いますので、これについては、少し、見直しを、していただきたいというふうに思います。まあ、いずれにしましても、とにかく全ての肝は何に金を使うかという、ここが全てだと思いますので、そこで納得感が得られなかったら、この条例は改悪やというふうに言われかねないと思いますし、とにかくそこに徹底した気配りをしていただいて、しっかりと進めていただきたいということをお願いして終わります。はい、以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしました。これで行財政局の審査を終わります。理事者ご苦労様でした。次の総合企画局に対する審査は理事者が入室でき次第始めますので、しばらくそのままでお待ちください。それでは総合企画局の審査を行います。理事者説明願います。山本総合政策室長、着席して説明してください。はい、ありがとうございます。それでは本委員会に付託されております補正予算案のうち、総合企画局所管分につきましてご説明をさせていただきます。恐れ入りますが、お配りさせていただいております平成29年度9月補正予算、総合企画局分説明資料をご覧願います。1、明治150年京都の奇跡プロジェクト事業に500万円を計上しております。本市では来年迎える明治150年の節目に際し、明治150年京都の奇跡プロジェクトを推進していくこととしております。裏面をご覧ください。明治150年京都の奇跡プロジェクト事業第1弾といたしまして、8つの事業を掲げております。このうちこの度の補正予算といたしまして、太枠で囲んでおります3つの事業に関する経費を計上しております。1つ目が来年1月にキックオフ事業として実施するシンポジウムでございます。日本初となる番組小学校創設、琵琶湖疎水や水力発電所の建設、自然開業といった先進的な取り組みなどを学ぶシンポジウムや写真展の開催にかかる経費を計上しております。なお記載しております関西電力蹴上発電所の特別見学会につきましては、関西電力の全面協力を得て実施するものでございます。2つ目が ⑥ の西陣織の近代化の足跡を紹介する展示会の開催でございます。
日時乗り会館における明治期から使われていたジャガート織機の展示、明治の着物ファッションショーなどの実施のほか、旧西陣織会館であります京都市考古資料館の貴賓室の特別公開や催し等の開催にかかる経費を計上しております。なお本事業は西陣織工業組合と連携するとともに府市協調で実施するものでございます。3つ目が丸八の四条地下道での写真展開催でございます。四条通り地下道の中央部分で明治からの町や人々の暮らしの変遷をたどる写真展を来年5月から開催する予定でございまして、その準備として展示する写真パネル等を制作する経費を計上しております。これらの補正予算に計上させていただいております事業のほか、第1弾事業計画の実施に際しましては今年度当初予算による規定の事業を生かし創意工夫して創造的に展開するとともに、国が進める全国的な取り組みとも連動しまして、明治期の先人の偉大な足跡やまちづくりの精神を市民の皆様とともに再確認し、今と未来にしっかりと生かすことができるよう取り組みを進めてまいります。説明は以上でございます。ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございました。それでは質疑のある方は挙手願います。はい、ありがとうございます。ここで確認のため質疑通告者と順序を申し上げます。山本委員、赤坂委員、湯浅委員、山岸委員、宇佐美委員、村山委員、通告漏れの方はいらっしゃいませんか。では順次発言を許します。山本委員。私からは、この、明治150年の景気を、将来につなげていくと、これは、急激な人口減少など、明治期に重なる課題を、抱える現代においても意義深いと私も考えておるんですけれども、本市では、国の取り組みに先駆けて今年度、大政奉還150年記念プロジェクトとか、琵琶湖疎水通船復活など、独自の取り組みを進めてこられたと思います。先般ですね、5月市会の代表質問におきましても我が会派の富議員から、こうした先行した取り組みを生かして市民の皆様とともに、機運を高めて京都市が積極的に全国の取り組みをリードしていくとべきであるという質問がなされたと思います。これについて、門川市長も前向きな答弁があったかと思います。その後ですね、前庁のこのプロジェクトチームの立ち上げとか、ポータルサイトの開設、市民からの写真募集開始、そして今回のこの補正予算の提案と、スピード感を持って取り組んで、おられると思います。そこでですね、まずこのプロジェクトに取り組まれる意義改めてお聞きしたいと思います。山中政策企画調整担当部長。はい、明治150年のプロジェクトの取り組みの意義についてのご質問でございます。明治という時代は、日本が近代化の歩みを進めていった、近代国家への歩みを踏み出したという時代でございます。それまでの武家社会の、から大転換して、いわばゼロから新しい時代を築いていったという時代だと思っております。一方で京都にとりましては少し状況が違いまして、大変なマイナスからの出発の時代であったというふうに思っています。明治維新で都の地位を失ったと、人口が3分の2に激減したという非常に困難な時代であったと。でこうした中で京都は困難に挑戦するということで、全国初の小学校の創設、芸大工業高校、それから琵琶湖疎水の建設等と、当時としてもかなり先進的な取り組みに挑戦して成し遂げたということです。特筆すべき、驚くべきは、これらを京都では、もっぱら行政、政治の力に頼るんではなくて、多くのことを市民発、市民主導、市民ぐるみで進めてきたということは、京都の大きなこの時の偉業であったというふうに思っております。
今回の取り組みは、そうしたこの時期の京都の先人の歩み、その意義、誇りを見直したいと、その上で今と未来に生かそうということを大きな意義にしたいというふうに思っております。今日、人口減少等々明治期と重なる状況にございます。明治期の京都の取り組みには今日の課題につながる人々の知恵、志、まちづくりの哲学のようなものがあると思っております。この観点から明治期の取り組みに光を当てて、今を生きる我々が改めて京都の強み、まちづくりの精神を学び共有すると、同時に未来を担う若者たちにもこの時代の先人の課題解決の知恵、教訓を学んでもらって、今に生かしてもらうと、これからの京都日本の在り方を考えてもらうというような、方向に、この取り組みを進めていきたいと、その辺をこの事業の大きな中心的なコンセプトを意義にしたいというふうに思っております。山本委員。わかりました。来年、明治150年という節目に当たるということは分かっていたことでありますよね。今回この補正という形で提案することになった経過についてお伺いしたいと思います。山中政策企画調整担当部長。はい、補正予算を提案させていただくに至りました経過について、ご答弁させていただきます。この時期のこと、明治前後のことにつきましては、歴史の大きな節目ということで、もともと捉えておりまして、先生、先ほど、ご指摘もいただきましてたように、今年度、大政奉還150周年等々の取り組み、京都では全国に先駆けて先行的に進めてきたところでございます。そうした中で国において昨年10月に内閣官房に明治150年の関連の支出組織ができまして、12月に明治150年に関する取り組みを国としても進めようという方針が決定されたところでございます。京都市こういう動きをキャッチをしておりまして、やはり明治という時代、どうしても明治というと薩長土肥あるいは東京というところに光が当たりがちですけれども、やはり明治という時代の始まりの舞台であり、日本をリードする偉大な取り組みを行った京都としても取り組むべきであると考えまして、国における地方との関係性、役割分担、支援策等について12月以降引き続きその辺の動きを動向を見ながら、それを踏まえた上で事業化をしようということは、また具体的な段階ではなかったんですが、構想として考えていたところでございます。その中で国から地方との関係で一定の方針が示されましたのが、今年の3月になってからこの内閣官房の推進室から各都道府県指定都市に対して積極的に取り組みを進められたいと、一般的な通知ですけれども、そういう通知があったというところでございます。これを踏まえまして京都市では今年5月に毎年の春の国に対する予算等の要望の中で明治150年の取り組みに対する財政支援を要望するということを行いました。また先ほど先生おっしゃっていただきました5月司会での富先生のご質問を受けまして、6月に町内プロジェクトチームを立ち上げて具体的な取り組み検討していこうということで、本格的に検討を進め始めたというところでございます。その結果、やはり明治150年スタートの地点であります来年1月から他に遅れることなく取り組みを開始したいということで、前半期の主な事業を取りまとめて今般補正予算をお願いしようとしたものでございます。また一つのこのタイミングになったきっかけとしまして、7月に地方創生交付金の今年度2回目の募集があると、できればこの交付金を事業の財源として活用したいということで今申請しておりますけれども、そういうタイミングも踏まえて今回補正予算を提案させていただくに至ったという状況でございます。山本委員。わかりました。これは当然、国とか各自治体で取り組まれているということでございますけれども、京都府においてですね、何らかの取り組みがなされるかと思うんですけれども、これ国京都府連携についてはどのように考えておられるのかお聞きしたいと思います。山中政策企画調整担当部長。
はい、国あるいは京都府との連携について、のご質問でございます。ご指摘のように京都府におきましても、明治150年の関係で、明治150年事業と明治150年京都事業として、今般の補正予算を京都府の方でも府議会に提案されているというふうにお聞きをしております。このため、当然我々の補正予算については市会、府の予算については府議会で、議論いただいてご承認いただいた上でになりますけれども、府市がバラバラな展開にならないように、この間、前もって、連携について、内々の協議を行ってきたところでございます。具体的には、今回補正で、挙げさせていただいてますいくつかの事業のメニューのうち、来年3月に予定しておりますけれども、西陣近代化の奇跡の展示につきまして、京都府でも同じようなことを考えておられるということで、西陣織工業組合さんと連携しつつ、この補正予算認めていただきましたら府市協調で、しっかりと力を合わせて連携したいというふうに思っております。一方で国との関係でございますけれども、国との連携につきましても、文化庁の地域文化創生本部と、今後連携を図っていくということについて、おおむね合意を、しております。今後具体的な連携のあり方について協議していきたいと思っています。また内閣官房の先ほど申し上げました明治150年の推進室においても、実は先般、京都市の取り組みについても聞きたいということで、京都市の方に、室の幹部の方が来られまして、ご説明申し上げたら大変京都市の取り組み注目いただいているところでございます。今後事業の連携、例えば、事業の共催というようなことも含めて協議をさせていただいて、積極的に国とも連携して、取り組みの広がりを作っていきたいと思っています。またやはり財政的な部分では国の支援ということで、引き続き国の財政支援についても要望していきたいというふうに思っております。以上でございます。理事者に申し上げます。答弁は質問の趣旨に的確に捉えて簡潔に行っていただきますようお願いをいたします。山本委員お願いします。はい、いろいろと詳しい、説明ありがとうございます。先ほど西陣織の方を、やりましたけども、こういう事業、有義であると思うんですけども、これ、明治期に復興した産業、他にもあるかと思います。例えばここでちょっと言いたいんですけども、京都の誇り北山杉、これも一つであると思います。これはですね、やはり先人たちが常に新しい商品開発に挑戦してきて、明治期になって突然変異ですけども、表面に昆布状の凹凸があると、これが天然で絞りというその品種が発見されて、育成されて次々と新しい品種が生み出されたという、これ北山杉なんですけども、こういう今日のブランドを築くに至ったこういうわけでございますけども、このようにですね、埋もれた、そういう埋もれてしまいがちな、明治のストーリーといいますか、そういうのはまだまだあるかと思うんです。今後の事業を検討するにあたって、より地域のやっぱり方々との連携を密にしていただいて、この地域に眠っているこういう明治ゆかりのとかですね、ものとか、出来事、これに光を当て直すという視点が大事であると私は思うんですけど、この点どうでしょうか。山中担当部長。さらなる事業の掘り起こしということでご質問いただきました。現在京都市の方で明治の関係でサイトを立ち上げておりますけれども、その中でも明治創業のお店というのがやはり、いろいろ調べてみたり、あるいは明治のお店ということで、自ら、紹介いただいたりする中で、かなりたくさんの明治のお店が、創業のお店があるということがございます。その辺の掘り起こしということをしっかりしていくことは非常に大事だと思っておりますし、議員ご指摘のとおり、地域における、明治にかゆかりのいろんな物事の掘り起こしというのは大事だと思っています。特に地域の関係については、やはり区民にとって身近で地域のことをよく知っておられる区役所との連携が大事だというふうに思っています。
今回の事業の中にも、各区役所支所で毎月リレー形式で明治の足跡を振り返るというような事業も企画をしております。そうした中での掘り起こし、さらには来年、後半期に向けての、事業を今後検討してまいりますけれども、その中でも、区役所支所としっかりと連携をして、先生のご指示も踏まえた事業の掘り起こし展開ということを検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。山本委員。その点よろしくお願いしたいと思っております。この補正の、今回の補正ですね、第一弾ということでありますけれども、来年度また当初予算含まれて、さらなる充実が図れるかと思いますけれども、私もそれを期待しているんですけれども、これを期待して私は以上終わりたいと思います。以上です。では次、赤坂委員。中身についていくつか質問をさせていただきたいと思います。いろんな事業をするというときにはやっぱり事業目的というのはあると思うんですけども、いろいろルール書いてある中身を見ますと、昔私が小学校の教員時代に教えた中身が要さん載ってるなという思いはしたんですけども、その教えることの、また学ぶことの目的ですよね。これが大事だと思うんですよね。でそこでお聞きしますが、まず最初にね、この京都市のこの明治150年行事ですね、こういう冠をつけてやるということのこの取り組みはですね、現在、天皇主権の政治に戻そうという運動団体による、明治の日を作る運動というのと連携してやろうとしているのかどうか、このことについてまず伺いしたいと思います。山中担当部長。連携するつもりはございません。赤坂委員。連携はしていないと。でそこでね、先ほどからのお話もありましたように、野上内閣官房副長官なんかは、骨太方針の2017年のところにですね、明治150年関連施策の推進について記述されており、平成30年度の概算要求にあたっては積極的な取り組みをお願いするというふうに各省庁連絡会でも発言されております。今回の京都市の大政奉還150周年記念行事、またその後の提案、これについてはですね、この骨太方針との関連で位置づけられている提案と考えていいのかどうか、いかがでしょうか。山中担当部長。はい、国の方の、いろんな方針、明治150年に関する、昨年12月と出されました方針とも踏まえて、その辺、との連携、動きを踏まえた取り組みというのは大事だと思っておりますけれども、やはり全国、明治150年といいますと全国すべての都市で、そういうテーマがで行うということになろうかと思いますけれども、特に京都がやる意義ということはしっかりとぶれずに抑えないといけないと思っています。それにつきましては先ほどもご答弁させていただきましたように、特に京都は、他都市と違って、非常に困難、都市存亡の危機から非常に優れた、いわばまさに奇跡と言われるような取り組みを市民ぐるみで進める中で、今日のまちづくりの基礎を作ってきたと、そこにしっかりとスポットを当てて先人の取り組みを振り返る、今と未来に生かすということをベースにしておりますので、京都市の独自性ということをしっかりと考えていきたいというふうに思っております。赤坂委員。京都市の独自性というのは本当に大事なことだと思うんですね。そこでね、私今先ほどから話聞いとって、その人口減少の問題とかね、いろんな話がありましたけども、それからいろんな改革近代化の事業の問題もありましたけども、大体そこにはその必要性のあるものが出てきてるんですね。この、人口減少なんか言ったら、遷都によるその天皇のこの京都に御所があったわけだから、それが移動したわけですからね。そういうところからの人間が減る、でそういう事態と今日の人口減少とは意味が違いますよね。でまたいわゆる開発についても、当時のその10万両といわれる
天皇の貸金、貸しされた金で資本に基づいてこの京都の開発が行われたということもあるという歴史的なその事実をこの写真をしてですよ、やったやったというその物々の見方というのは非常に危険だなというふうに私は思います。で政府の方針の中にもね、明治の精神に学びさらに飛躍する国づくりというふうにあります。で京都市長さんも記者会見で同様のことが言われています。で学ぶべき明治の精神というのは一体何を考えているんですか。山中担当部長。学ぶべき明治の精神ということでございます。やはりあの我々の取り組みは京都の先人の取り組みに、スポットを当てるということで思っております。京都の先人がまさに、都市の危機、ほっと言ったら、都市が10年もすれば狐に与える狸の住みかになると言われた状況の中から大きな偉大な事業をして町づくりを進めていったということ、その志、不屈の精神というのが明治の一つの精神かなと思っています。また時代の非常に大きなドラスティックな変化の中で、その時代を見据えながらしっかりと対応していったということについても学ぶべき、そこから学ぶべき大きな中身があるのではないかというふうに思っております。赤坂委員。いろんな歴史的な、小説なんかを見ても学ぶべき点はたくさんあると思うんだけども、しかし私は自分の体験からしてもですね、私のおじいちゃんは日露戦争の参戦者で、陸軍上等兵で、戦争に行って銀本タバコ本をもろたんやと言うて私によう戦争の話を言うてました。だからそういう意味で言うたらですね、明治時代というのは、主権者が明治天皇で、天皇による教育勅語がですね、思想教育としても使われた。で軍国主義の精神的な支柱となっていて、国民が戦争にも駆り出されてき、たと、こういう歴史を反省するということも私は重要ではないかなというふうに思うんです。でこういう教育直後にも軍事的な思想があるということで、戦後の衆参議会でですね、これ排除ないし執行決議がなされてますね。でそういう意味でこういう精神も含めて学ぶと、戦前のそういう戦争反省についても学ぶというのがこの明治期からの歴史も含めてですね、あるというふうに考えるんでしょうか。山中担当部長。はい、繰り返しになりますけども、今回の取り組み、歴史全般について、歴史の検証あるいは歴史の教育をしようという事業ではないというふうに思っています。特に京都の困難な時代からの、復興の取り組み、先人の非常に偉大な取り組みについてそこにスポットを当てて、改めて、京都の町づくりの先人の苦労あるいはすごさというのを学んでいくという事業にしたいと思っています。ただ一方で行政が、こういうことですよということをこう押し付けるということではなくて、一つの基軸として市民ぐるみということを大きな視点にしております。市民の皆様からもこの明治150年ということで、さまざまな、関わり方をしてもらうと、事業の提案募集もさせていただいてますし、またサイトの方にもいろんな投稿もいただいております。そうした中でそれぞれに明治150年の歩みについて振り返り、それぞれの視点で見ていただくと、考えていただくということを大事にしていきたいというふうに思っております。赤坂委員。今の話を聞いてると、そういう明治時代の歴史的な背景とか事実について、これはもう全くなしで、この頑張った志の高い人、そういう話だけの取り組みのような気がして仕方がありません。特に政府はですね、この立憲主義の導入確率が
近代国家建設に向けた重要な取り組みの一つであったというふうな形で、次世代を担う若者に日本の未来の在り方を考えてもらうという明治期の特徴を捉えて言うてんですね。しかし主権者がですね、明治時代の立憲主義と天皇制、この立憲主義というのは大体そもそも明治時代の立憲主義は天皇制を守ることを大切する、お国のために死ねる若者を救う、こういうことが中心になっていた時代、それと現代の立憲主義とは違うと。現代は主権在民、日本国憲法の基づくこの立憲主義というのは違うという認識はあるんでしょうか。その点まず聞きたいですね。山中担当部長。当然明治のいろんな出来事につきまして今日と全く同じであるというようなことではないと一般論として思っております。赤坂委員。で、戦前のそういう立憲主義を学ぶということのね、事態が私はおかしいなと思うんです。で、天皇制からですね、主権が国民にあるとした戦後の日本の国の憲法ができて、これがですね、私の父親も母親もそうでしたけども、戦争が終わって初めてこれから私らは戦争のない世の中に生きれるんやということを言うた。で、そういう時代こそですね、私は日本の大きな歴史的転換期ではなかったかなというふうに思うんですよ。で、そこで生まれた日本の国の憲法を守る立憲主義というのは非常に大事なことだと私は思いますし、理事者も私たちもこの日本国憲法を守るということは基本に遵守しなきゃならないという義務規定にもなっている。で、戦前のですね、この軍国主義や中央集権国家からですね、議会制民主主義の柱として、地方自治法というのが確立されました。明治時代の当初、戦争が終わるまではこのやはり任命制の自治体の首長さんですよね。だからそういう意味でこの地方自治法が確立されて今年で70年、これこそですね、大切にした記念行事とすべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。山中担当部長。はい、地方自治法のことにつきましては当然大事なことだというふうに思っておりますし、そこはしっかりと、その精神は市政のベースでもございますので、そこは大事にすべきということは考えております。赤坂委員。だからこそこの私たちもこう人間代表制とか議会制民主義言うてるこの根拠が地方自治法にあるわけですから、ここら辺のことをですね、しっかりと若者に学んでもらえるような取り組みもしっかりやるべきじゃないかなというふうに思うんです。で、最後にですね、明治の精神に学びさらに飛躍する国に向けた施策と考えるその政府が言うんですけど、京都市のですね、明治の近代国家の成立の歴史から学ぶものはいろいろあると思うんですね。その中で、やはり、私たちが小学校5年生や6年生の歴史学習やらその伝統産業のね、勉強するときに出てきたのがその日清日露などの富国強兵の政策、それとこの明治期の人々の暮らし、大正昭和の人々の暮らし、そういうものが出てくるわけですけども、この大体そういう京都のこの近代化というのは、全国そうですけども、戦争と他国への侵略による領土拡大と一体化した近代日本の成長であったと。戦争による人口減少の歴史というのは忘れてはならないと思うんですが、いかがでしょうか。山中担当部長。はい、要するに先生おっしゃいますように歴史をどのように、検証して、そこをしっかりと学ぶかということで言いますと、いろんな歴史の捉え方、この間の150年の中だけでもいろんな事象があったというふうに思います。ただ今回の事業につきましては申し上げましたように、歴史学をしようというものではなくて、歴史の検証、歴史をの教育、普及をしようということではございません。今日的な知恵を持って明治150年に視点を当てて振り返ると
その中で我々が思っておりますのが、今日人口減少、まあ、そこに至った経過は違うかもしれませんけれども、まさに今人口減少という課題に直面しているということでは共通する部分があると思っています。そこを乗り越えるための、大きな、まあ、志といいますか、この困難の中でも、単に課題に対して、こう場当たり的にできることをするというのではなくて、50年後100年後を見据えた取り組みをしてきたということについては、特に京都のこれまでやってきたことには大きな、意義があって、今も学ぶべきものがあると、そこにスポットを当てて、振り返って生かしていこうというのが今回の授業の意味であるというふうに思っておりますので、その今からこの時代を捉える視点、知恵ということをしっかりとぶれないように持って事業展開、周囲の皆様のいろんな知恵もお借りしながら展開していきたいというふうに思っております。赤坂委員、まあ、いろいろね、企画をされると思うんだけども、やっぱり私思うのは、こういう明治という名に、明治150年というのを冠をつけてね、全国的なその思想運動につながるようなやり方というのは、その一翼を担う必要はないと。京都は京都の良さがあるわけですから、今までも京都の良さをやっぱり子どもたちにも、また若者にも伝えていくということは大事なことだと思うんだけども、このやり方そのものがですね、政府の考え方そのものも、この立憲主義の問題やら、この時代の変わり目ということの見方も、結果的にその戦後日本が全く抹消されている、戦後の日本の国の憲法が生まれて変わったというところら辺が全然全く関係なしに、明治から時代が変わっていないという、そういう明治憲法下で物事を考えるような、この政府の提案の中身になっていますから、私はそういう意味でこの問題についてはやっぱり非常に慎重に扱うべきじゃないかというふうに危惧するところでございます。終わります。山中担当部長。何度も繰り返して申し上げている通りで、まさに先生おっしゃったように、この事業については思想運動ではないということについては繰り返して申し上げているところでございます。今おっしゃいましたように、まさに京都の良さ、なかなか今ちょっと時代が経って、知らない人も多いと思われる京都の明治期の大変な先人のすごい取り組みということをしっかりと若者に伝えていく、後世に残していくというのが今回の大きな事業の意義だというふうに思っていますので、そこをぶれずにしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。では次、湯浅委員。私の方からも、この明治150年京都の奇跡プロジェクトということで、500万円の補正予算について、質疑を行いたいと思います。この冒頭目的のところですよね、明治開元から150年目の節目の年となる平成30年当初から、明治期に京都の先人が成し遂げた誇るべき復興発展の足跡を市民の皆様と共に共有し、学び未来に生かす取り組みを実施をすると、こういうふうに明確にこういうふうに書いていただいておりまして、京都がですね、本当にこの明治という一つの時代が始まる中にあって、どれだけのことをなさってきていただいたのかということを、事実に基づいてこれはされる事業であると思いますから、しっかりとその取り組みは進めていただきたいというふうに思いますし、それぞれ人の思いはあろうかというふうに思いますけれども、そこは我々も政治的なものも思想的なものも全くここからは感じておりませんので、確実に事業の実行はしていただきたいということは思いますが、ですから中身について云々はないんですけど、この予算のですね、この財源構成見ましたときに、財政調整基金なんですね。で、当然後のですね、国の地方、地方創生交付金ですかね、この申請も行っているということではあるんですが、議論もあったと思いますが、改めてこの500万円を財政調整基金をですね使ってやる、この
意義といいますか、なぜここに出てきたのかと、既存の中でできなかったのかというようなところを少しお話を伺いたいというふうにまず思います。山中担当部長。補正の関係でございます。今回こういう形で計上させていただいておりますけれども、やはり我々としては国の方の予算財源をしっかりと確保していきたいというふうに思っております。先ほども申し上げましたけれども、地方創生交付金の申請をすでに行っておりまして、やはり明治150年も含めて全国の都市が申請しますので、なかなかこの確保は難しいところであると思うんですけれども、できましたらこの国の交付金を事業の財源として当てていきたいというふうに思っているところでございます。岩佐委員。はい、じゃあこの3つの事業ありますね。これをなぜ今この時期に補正で上げる必要があったのかというところを伺いますか。山中担当部長。はい、先ほど申しました地方創生交付金との関係で、この7月に創生交付金の2回目の募集の通知がございました。この交付金の事業の対象になりうるということと、今般6月に町内のプロジェクトチームを作って事業の企画を進めてまいりまして、できましたら明治150年のスタートである1月から事業をしっかりと開始したいということの中で、企画が固まった時期とちょうど重なりましたので、この交付金の申請ということも含めてこのタイミングで補正の申請をさせていただいたというところでございます。岩佐委員。はい、そうするとこの1番6番8番につきましては、この地方創生交付金、ここにも申請の事業となりうると、かつ早めにスタートしたい部分だというところからこれを選んだということでございますね。わかりました。最後にもう時間がありませんので、この8番ですね、準備経費のみ計上ということでございますが、市場取りの地下道、これについてはもう我々なんて本当に小さい時からもう生まれた時からあるような地下道でございますけれども、ここは準備経費のみ計上というのは予算の関係でそうなったのか、ここの内訳だけ、教えていただいておきたいと思います。山中担当部長。はい、この資料の地下につきましては、やはり所有者が阪急電鉄さんということがございます。また界隈の商店街で、地下道を密接に関わって、お商売をされています市場繁栄会という、商店街の方々がございます。その辺関係者含めて市場地下道の活性化ということで、この7月に協議会を作ったところでございます。その辺の調整、その関係者との調整引き続きまた少し時間かけて進めていきたいということで、事業については、来年度に入って5月からできるだけ遅くならないようにということで、5月から4、5ヶ月程度実施したいというふうに思っております。ただ来年度に入ってから準備をしますと、とてもじゃないですけど5月まで間に合わないということで、できましたら今年度からこの計上する写真の制作、これもかなり多くの枚数になると思うんですけども、写真パネル等の制作を準備経費としてご承認いただいたら、今回の補正予算の中でそれの制作をしてまいりたいというふうに思っております。もう次大丈夫です。次、山岸委員。じゃあよろしくお願いいたします。私この明治150年のこの事業をざっとこれ1から8まで、その中で、フットワーク内の事業がですね、今回の補正で上がっているということになっておりますけれども、この1から8までをざっと概観したところですね、この事業の趣旨の市民ぐるみ で振り返り学び未来に生かす取り組みというふうになっているんですけれども、その未来に生かす取り組みというのがどういうところにこの
現れているのかっていうのは、後ほどまたちょっとお聞きをしたいなと思うんですけれども、その中で私は今回のこの事業を見てると、こう国の方のですね、なんか方針なんかを見ておりますと、その事業とか人物にですね、もっとなんかその焦点を当てて、そしてこの明治150年の事業っていうのをやっていただくっていうことが大事なん違うかなと。でそれがまたその明治のその先人のさまざまな苦労知恵に学ぶということにもつながるのではないかなというふうに思ってまして、例えばなんですけれども、伏見にはですね、伏見16回っていうのがあるんですね。ご存知かどうか分かりませんけれども、16人の青年が立ち上がってですね、それでいろんな人から、いろいろこうお金を集め、そして、困っている人にお金を貸したり、また学校図書館をですね設立したり、それから奨学金とかですね、無料診療所までですね事業を行ったということで、時のその明治天皇がですね、そのことをお耳にされて150万のなんか貸金もですねいただいたというぐらいですね、非常に全国的にも知られた取り組みをされた、これ人見喜三郎さんという方なんですけれども、そういった方が伏見にいらっしゃったということ、そういったこともですね、ぜひとも区役所なんかとも連携をしていただいてですね、掘り起こしていただいて、そして子どもたちにですね、こういう先人が明治の時期にですね活躍して、もう今はあんまりそういうこと知られてないんですけれども、活躍されたんやっていうようなことをですね、ぜひとも取り上げていただいてですね、そして、この明治150年の事業に生かしていただきたいなというふうに思っております。先ほどの未来に生かす取り組みっていうのはですね、どんなことをちょっと考えておられるのかっていうのがあまりここでは私はよくわからなかったんですけれども、そのあたりのことも、お答えいただけたらと思います。山中担当部長。はい、まずの後の方で先生おっしゃいました人物にしっかりと焦点を当てるということで、先生おっしゃった伏見16回ですか、大変申し訳ございませんが私存じ上げなかったんですけども、非常に我々この間明治150年ということで取り組みを始めてサイトの運営をしている中でも、非常に京都の一般的によく知られている琵琶湖疎水小学校建設、芸大建設、市電の開業等々以外にも、非常に先進的な、先人による取り組みがたくさんあるというふうに改めて驚いて思っているところでございます。その辺はしっかりと掘り起こしをしていくということが、これからまだまだやっていかなければいけないことだというふうに思っています。それにつきましては、先ほども申し上げましたけれども、区役所と連携して、全区で、リレー事業ということもしますので、そこでもそういう各地域の人物、出来事等に光を当てるというような事業展開になるかと思いますので、そことの連携を図っていきたいと思っています。また未来に生かすという部分につきまして、これもやはりこの第1弾ではまだちょっと一部でございますけども、今後の大きな課題だというふうに思っています。第1弾の事業の中では、やはり丸一の最初のキックオフ事業の中で、改めて明治の町、人、暮らし、文化についてしっかりと、その意義を見出すようなシンポジウムを開催させていただいて、多くの方に来ていただいて、その辺を改めて認識していただくと、あるいは若い方にもしっかりと聞いていただくような取り組みをしていきたいと思っていますし、また教育委員会等とも連携して、特に若い方々、子どもさんたちにも、こういう明治の先人の取り組みの意義をしっかりと伝えるような取り組みというのも今後も含めて考えていきたいというふうに思っております。山岸委員。ぜひともそういういろんなところとも連携しながらですね、よろしくお願いしたいなと思います。それと、先ほど未来に生かす取り組みということでって言ってお尋ねしたんですけれども、未来に生かすということで、やっぱり今後もですね、こうどうですか、この明治150年を機にいろいろやった、取り組んだことが後世にも生かされるような取り組みということで、私がちょっと提案したいのがですね、今京都市は創京構想ということを取り組んでおられます。
担当されているのが総合企画局さんなんですけれども、まあ、それはまあ皇室の上ともうちょっとですね、東京ばっかりじゃなくて京都もかつての都だったんだから京都に置いてほしいというようなことで取り組んでおられると思います。で、明治150年というとですね、やっぱりそのどうですか、一番象徴的なのはその明治の歴史、もう本当明治天皇がですね、まあ、明治の歴史時代そのものをこう表しておられるというか、名前も明治天皇ですからということではないかなと思いまして、私はそういう、まあ、総合協構想にも、まあ、少し、まあ、寄与するような形でということではですね、まあ、地元にございます桃山御陵があるんですけれども、桃山御陵がですね、今見ててももう地元の方々ぐらいしか、まあ、訪れられない、非常に、まあ、寂しい限りの、まあ、状況になっているということでございまして、まあ、そこをですね、私はもっとこう皆さんに訪れていただいて、その明治の時代っていうことをですね、振り返る、まあ場所としてですね、大切にしていっていただけたらどうかなと思っておりまして、例えばなんですけれども、今京都御苑、京都御所がございますけれども、まあ、京都御所はこう宮内庁が管轄しててですね、で京都御苑は環境省というふうに伺っているんですけれども、今桃山御陵はその全て宮内庁が管轄しているというような感じになってまして、まあ、大半の、まあ、森林というんですかね、そういうところがもう宮内庁が全部見ているということで、なかなか以前なんかはうっそうとした森になってて、あまり手入れも行き届いてないような感じ ですけれども、中には入ったらあかんというようなねことになってたんですが、私はあそこをですね、今の、京都御所のような方式にして、その宮内庁と、それからお墓の部分は宮内庁で、それ以外の部分はその、環境省なりがですね、公園として管轄することによってですね、もっと国民に開かれたような公園にしていくというようなことが重要なんではないかなと。そういうことによってもっとこう皇室のことを身近に感じていただくようなねことにつながるし、また今、まあ、観光振興ということで、周辺地域にもですね、観光のその恩恵をですね、もっともたらしていかなあかんということで、ちょっと今産業観光局が考え方を変えております。もっと周辺部に観光を、行き渡らせていこうということで、そういうことにもですね、つながっていくんではないかなと。今はもう伏見はもう伏見稲荷ばっかりに人が集まってるんですけども、もうちょっともう南の方にもですね、人を集めていくということにもつなげていくことができるのではないかなと。でまたそういうことをすることによって、今宮内庁になってて、あそこは伏見城がございました。で伏見城のですね、全然その発掘調査も本当に限定的な形しかですね、できないということになっております。ですからあまりも伏見城のことをですね、皆さんご存じないということにつながっておりまして、もっとその伏見城の歴史を知っていただく、そのためには発掘調査を進めていくとなればですね、やっぱり宮内庁の管轄をちょっと外していただいて、お墓の部分はこれはね、神聖なところですから、これは依頼ないと思うんですけれども、それ以外の部分は十分ですね、発掘調査をしても構わないようなところではないかなと思うので、まあ、そういう形にしてですね、もっと伏見城の歴史も皆さんに知っていただいて、で伏見にそういう人を呼び込むような起爆剤にやっぱしていくということも重要なんではないかなと思います。まあ、それはちょっと感覚遣いのことも言ってるかもしれませんけども、そういったその未来に生かすとか未来に残るような取り組みもですね、この明治150年を機にやっていただくことが必要ではないかなと思うんですが、これに関してご見解があればよろしくお願いします。山中担当部長。先生の方のご質問、以前からはそういうご指摘をいただいております。先生もおっしゃいますように、やはり国の管轄の問題でなかなか難しい問題もございますし、また御陵のという、まあ、性格上のこともありまして、なかなかちょっと慎重に検討すべき部分もあるかというふうに思っています。ただそうした中でやはり先生おっしゃいます、明治150年にあたって、まあ、その年だけ何か単発にするのではなくて、
後にしっかりと残るものを考えるべきということはその通りだと思いますし、先生のご指摘の部分につきましても、ちょっと今すぐに何ができるかということはお答えできませんけども、市としてできること何ができるかということを区役所の方とも相談しながら考えていきたいというふうに思っております。はい、進行いたします。宇佐美委員。すいません、よろしくお願いします。もう端的にあれなんですけど、これ明治維新150年ということでですね、これ今回こう取り上げられているパネル展とかあるんですけれども、すいません、ちょっと勉強会でも言ったんですけど、当時京都市ってものすごく小さくてですね、左京区ってほとんど京都市じゃなかったんですけれども、今回こういうパネル展とかこういう明治維新のことのやされるっていうのは、これはもう広く京都のことを取り上げてやられるということでよろしいでしょうか。山中担当部長。先生のご指摘、明治の当時と現在では、まあ、当然地域の範囲が違うということはご指摘の通りだと思っています。ただやはりまずはベースとしては現在の京都地域ということで、当然社協区の皆様にもご参画いただいて、そういう事業を展開していきたいというふうに思っておりますし、また先ほど申し上げましたように京都府との連携ということも想定しておりますので、どこからどこまでというようなちょっと限定をつけるということはなくて、やはり必要に応じて、まあ、京都ということのテーマの中で、効果的な事業展開を図っていきたいというふうに思っています。宇佐美委員。結構ね、いつも歴史のことになってくるとですね、京都市の資料を見てると、まあ、番組小学校とかですね、蹴上げとかですね、まあ、辺のところがまあ中心になって、まあ、当然なんですけど、それ以外もですね、たくさん周辺にですね、いろんな村々があって、で当時もからもう1200年ぐらいですね、みんなやってはるんでですね、そこの真ん中だけじゃなくて、周囲もいろんな文化とか歴史とか、例えばもう番組小学校と同じ当時にも寺子屋形式でですね、もう学校を作ってはったりとかですね、いろんな文化がたくさんありますんでですね、まあ、ちょっと広い視点でですね、ぜひ捉えていただけたらなと思います。まあ、私の地元も昭和に入ってから京都市に入っておりますんでですね、ぜひその辺も踏まえて幅広い視野でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。以上です。はい、では進行いたします。村山委員。はい、なんか3時から理事懇談そうで端的に質問させていただきたいと思います。これまでから皆さん質疑ありましたけど、まあ、私もなんでこの補正やねんという思いは正直持っておりますが、まあ、これはこれでですね、3項目上がっているので別にいいと思うんですけれども、やっぱり京都市はですね、特に総合企画局におかれましては総共構想やらなあかんということを先導まあおっしゃっていただいておりまして、そのとにかくその2つの都で日本一般にやという過程の中で、この前も京都市長がぜひ上皇は京都に長期滞在いただきたいというようなご発言があったりとかですね、そういういろんな取り組みを今一生懸命やっていただいておりますので、まさにですねこの明治って、まあ、京都にとってはいろんな思いのある時代でありますけども、やっぱり一番大きかったのはやっぱり、陛下が東京にお移りになられて、そこから京都の衰退は急激に始まってというところがやっぱり原点、明治の原点だと思いますし、やっぱりこれと絡めたものをですね、もっとしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。でその国の方もですね、この前から上皇のお話の中で内閣府さんなんかも、私も何度もお話をしておりますけども、まあぜひ、まあ、明治150年というのはありますからということを、まあ、向こうの方からもおっしゃっていただいておりますし、やっぱりそこと絡めていきながら、先ほど山岸委員からもお話ありましたけれども、まさに大半の御陵はやっぱり京都にあって、まさ桃山御陵なんていうのはその代表格ですけれども、全然スポットを浴びてないし、まさに、明治天皇の、陵墓でございますから、例えばそういうところにもっとスポット当てていただくとか、とりわけ普段スポットが当たらないところでやっぱり京都と皇室のつながりとかですね、今自民党さんの、方でもその皇室財産の在り方を考えなければならないなんていうことで、とりわけ京都の離宮とかをどうするんやと、こういう議論も、党内でされているというふうにも聞いておりますし、やっぱり、そういう総共構想と絡めて常に前に出していくということを私はやっぱりしっかりやっていただきたいなというふうに思います。なのでちょっとまあ今回の3項目につきましてはもうこれで
あのやるということなのでやっていただいていいと思いますけども、これ来年1年間続く事業でございますから、ぜひですねそこについてはしっかりとあの思い持っていただいて、総共構想とか全てとやっぱり総共構想が連動していくように、これは早期だけじゃなくて実は参観も含めてみんなであの盛り上げていかないと、単体単体でやってたってやっぱり盛り上がりに欠けると思いますし、あの非常にいい機会がやってきたと私は思いますので、ぜひ、そこにしっかり力を入れて取り組んでいただきたい、そこについて、ご所見をいただいて終わりたいと思います。山中担当部長。あの来年平成30年明治150年ということでございますけども、一つ大きな節目としまして、今上天皇の在位30年という節目でもございます。また、天皇の御即位大嘗祭というご大礼の儀式につきましては、大正も昭和も京都で行われたという事実もございます。その辺しっかりとこれまでから総共構想の中で、そこはぶれずに、取り組みの中で進めてきているというところでございますけれども、やはりあの明治150年ということで事業を進める上では、総共構想との、絡みといいますかつながりということも、大きな視点であるというふうに思っています。あのまだあの今般の、補正提案させていただいている事業では前半期の一部ということでございますので、今後の企画にあたりましてご指摘も、すみません、金城天皇の在位30周年30年ということでございます。総共構想との関連も含めて今後の事業の企画ということで進めてまいりたいというふうに思っております。はい、これで以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしました。これで総合企画局の審査を終わります。理事者、ご苦労様でした。次の文化市民局に対する審査は3時20分から始めますので、それまで暫時休憩します。